周囲の重機を利用して上に行けるのではないかと考えた。新鮮な空気を吸いに外へ出たんですが、実に気持ちのいい夜ですな。スタンドは閉まっていたが、暗闇を照らす照明が頼もしかった。ポールの旗毒は鏡一番、モンスター毒は最高で、次がジャンバダッグ、その次がフィーバスダッグ。
アインシュタイン、カール・セーガン、人類の進化に貢献した彼らは永遠の スタッキーの死体は闇に消えた。この悪夢に一生悩まされることになっても、今は生きてスタンドにたどり着きたかった。